はい、いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、花壇の肥料、花壇どうやって肥料やっていこうかなと思う方結構いらっしゃると思うんですけど、僕のやり方をね簡単に説明したいなと思います。はい。で、まあ、例えばさ、マグアンプ系がたくさん残ってるんやけど、どうしたらいいかと。はい、いや、社長、三国さん、結構いつも言ってるけど、マグアンプ系はね、ね、元小屋やから、追肥として与えたらダメやと。上の上にパタパタパタって乗せたらダメやよと。でも実を言うと僕は、上からばらまいてます。はい。はい。で、やり方を教えますね。まあ、これちょっと今、花壇汚いんですけど、こう、皆さん花壇、今ね、こう、下から新しい葉っぱがバババって出てきてると思うんですよ。バババッと、悪くなった商品、枯れた商品、いろんなものがあると思うんですよね。で、やっぱりね、リセットされる。ね。今まではバーッと茂ってたけど、その葉っぱが落ちて、ね、隙間ができて。だ、隙間ってあるでしょ、うん、で、今ね、まあ、ちょっと小麦にした、小麦じゃないですよ。まだバタバタなんですけど、こういうふうに隙間が空いてくれんね。こういうふうに。ね。こういうふうに。例えば、バラと、これ、アジサイね。アジサイはね、ここに隙間あるでしょ、ここに隙間、はい。隙間ね。ここに隙間あるでしょ、はい、ここに隙間あるでしょ、ここに隙間あるでしょ、ここにも隙間あるでしょ。隙間を見つけるんですよ。うん、で、こことか、まあ、ここね、ここね。隙間開ける、うん。で、僕のやり方ですよ。絶対に土掘り起こしてくださいっていつも言ってるじゃないですか。はい、ね。だから掘り起こす。絶対掘り起こす、うん。で、こうやると力入らないから、こう持つと手首痛めますから、うん、必ずね、スコップの持ち方、こう持ってください。こうね、こう持つ、こう。普通みんなこう持つでしょ。耕すときはこう持ってください。はい、こうね、ね、こう、こう、こう持つとグッと入るんですよ。これやと、ボキンとここね、手首痛めますんで、必ずこう持てばね、手首痛めることないと思いますんで、これ参考にしてください。で、この隙間じゃないですか。この隙間をね、ポンと力入れてこうやって、こうやって入れるんですよ。グッと。だいたい10センチから20センチぐらいは穴開けることできますんでね。はい。ね。で、多分ここあるじゃないですか。ここね。これ根っこ回ってるかもしれないんですけど、今の時期ね、根っこあんまり触っても大丈夫ですよ。もう3月中旬になったら切れても大丈夫です。で、ここをね、こういうふうに。こういうふうにね。こういうふうに穴を掘るんですよ。ね。穴をいくつかね。隙間が空いてるとこ。まあ、例えばここだったら、こういうふうに穴を開ける。ここ、ここ穴開いてるでしょ？ここだったらここも少し、こういう風に穴を開ける。こういう風にね。こういう風に穴開ける。で、例えばここやったらここにガーッと穴を開けると。ね。ね。で、まあここもガーッと。こうやって掘り起こしせばいいですから。で、その時にね、汚いこういう、ね、根っことかが出てきたら、根っこは処分してあげると。ね。で、ここ穴開くでしょ？ここ。はい、穴1、2、3、4。ここら辺でゴボッと開いたでしょ、まあ、これも、まあ開いたと思ってください。こういうふうにね。そしたらね、ここにね、元肥入れるんですよ。うん、マグアンプ系をパラパラパラ、パラパラパラ、パラパラパラって入れて。で、そして、こうやって、殺虫剤もパラパラパラ、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 パラパラパラって入れるんですよ。はい。ね。そしてから蓋すればいいんです。こういうふうに。で、最初にね、これをやっとくといいと思う。うん。うん。で、そして、しばらく、まあ、3日か4日かぐらいでもいいから、経ってから、植物を植えると僕はいいかなと。とすると、同時にね、土が耕せられるんでね。うん、で、皆さんわかるかな、この根っこのね、根っこって伸びてくでしょう。ぐーっとこの下の中の根っこが伸びてくるところが硬いと根っこって伸びないから、うん、ちょうどこっちから伸びるとしたら、ここ柔らかいとこっちに伸びてくんですよ。うん、根っこがね。はい。だから、周囲をね、穴を上げてあげるっていうのはすごく大事。で、その時に、今で言うと、元肥とか殺虫剤を与えるといいかなって。で、その時に、まあ、堆肥も入れてもいいんですけど、堆肥だとやっぱ2ヶ月か3ね、どんなに早くても2ヶ月ぐらいかかるんで、有効菌増やすのは。そうでなくて、な、それは堆肥やと匂いがするとか、油かすやったら匂いがする。まあ、例えば、牛糞とか鶏糞やったら匂いが嫌やっていう方はね、ぜひね、この恵み。この恵みって、うちのこの植物家族の方で販売してます。下の方にリンクを取っておいてほしいんですけど、あれをさ、まあ、手にグッと持ってさ、グッと持って、パラ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 って入れておくと。あれは、有効菌のね、有効微生物のこう、バクテリアなんですけど、匂いしません。うん、ちゃんとね、消毒もしてあります。発酵もしてありますんで、匂い一切しないんでね、
そういうのをこうばらまいておくと、この有効菌が後、お腹で動いてくれてね、これ、牛糞とかと同じなんですけど、中の有効菌が後動いてくれて、その有効菌がね、土をね、柔らかくしてくれるっていう形。で、柔らかくなったら、土はどうなるかったら、団子状になってくるんですよ。ね。で、団子状になってくるとどうなるかって言ったら、団子って隙間空くでしょ。はい。ね。な、ここに団子持ちがいくつってもしもあったとしたら、団子っていうのはこう、空気の層ができるんですよ。うん、団子と団子の間に隙間ができて。で、そこが気持ちよくてね、スーッと根っこが伸びていくっていうか、現象ですね。はい。だから、やっぱり、その、握ってさ、いい土っていうのは、これ今水やったばっかなんですけど、グッと握ってパンと割った時に、これがね、今水やったばっかなんで、表現しにくいですけど、こうやってこうした時にこうやってパコンって二つか三つに分かれるのが一番いい土なんですよ。うん、はい。これを覚えておいてください。こう持ってパンと鼻らかした時に、こう二つか三つ。これ今水やったからね、あれなんですけど、パコンって割れればいい土です。はい。はい。ね。鼻に取ってみてはね。で、同時進行で、こういう汚い枝とかね、伸びきった枝とか、汚いゴミをね、こまめにやっていただけると、すごくいいかなっていう気はしますね。はい。はい。まあ一度ね、これを参考にしてね、どうやってご飯を与えようか、ね、早く効かせたい方法っていうのは、やっぱりね、土の中に入れてあげるのが一番いいですね。うん。うん、ね。うん。絶対いいです。ね。で、やっぱ、置き火っていうのは上の方に置くわけやな。はい、で、追肥っていうのは、ごめんなさい、置き火ね。で、元肥って土の中に入れないといけないんで、うん、なるべくならこうやって穴掘って中に入れる場合には、元肥っていうマグマ系ってね、結構皆さんご存知だと思うんですけど、マグマ系っていうのは入れればいいかなとは思いますけどね。はい。はい。まあ、そんな感じでね、やっていただけるとすごく、ガーディングも面白いですし、まあ、そういう時間帯をね、皆さん大事にしていただきたいな。あまり難しく考えるんではなくて、ね、やっていただけるといいかなとは思います。はい。はい、次のチャンネルを楽しみにしていてください。以上です。